顔を描きたかったんですよ、うん、この4年間でもずっと描けなくて、うん、で最後の最後に描きました。感情として言葉になる前、表現できる前のエネルギーみたいなのを絵で表現してみようっていうのが、まあ、油絵を始めた最初の原点というか、最初に掲げたテーマで、そのなんか過程で描いていく上で、人型みたいなのに、自分がどういう、どれだけこう毛をされるかっていう迫力を求めて、自画像ではないけど、自分がこう自分の影になるまで、大きいこの紙のやつになるまでくっつけて、それを写し絵の要領で彫刻ペンで写して、であとはもうひたすらに塗るだけです。3ヶ月くらい朝から晩まで日がない一日縫い続けてこれ。見る人が、どういう風にしたら見やすいかとか、あと、より作品が魅力的に展示していくってことが主に、それぞれの、プロダクトデザインでもそれぞれの領域があって、例えばインテリアとかだと固めておくとか、あと立体のもの、大きいものはやっぱり近くに置くことが難しい場合は大きいなものと固めたりとか、そうやって展示してますね。防犯の特質、曲げても折れにくいとか、そういうのを利用してバネのような効果を持たせて、履物、いわゆるスニーカーでいうウレタンの素材の内容なんですけど、そういう素材を使わずに、ああいう浮かせただけでそれと同じか、もしくはもっと効果的な、いい作用してくれるというところが評価されています。紅茶のティーバッグの持ち手部分を作っような感じで、はい、真ん中、いや、なんかこうちゃんと引っかかるように大きさは、はい、童話全集で物語のイメージを表紙にバンって出してもらおうかな。こっちです、はい、すごいってこの手が特徴は、こっちだけ沈むようになってるんですよ。だから
こういう風に荷物を積むと上に積まずにこう下がっていくんで、追加競技分のピクトグラムだけです。横は大丈夫、縦の問題だけど。これ自体がベンチです。このパイプの中に湯気を通してベンチ自体があったかいって。これで吸って、うん、たら漏れ日みたいな感じで